プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーバスローラボです。もうこんばんは、はい。皆さん、もう6月になりました、うん、ベイト月間も無事抜けて、はい、ね、遊戯船クラの方も、はい、まあ、程よいお客さんの入りで、ね、はい、楽しく有意義にやらせていただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、要件ね、ちょっと自分もね、そこそこ釣りに行ってます、最近、うん、ね、いろいろ落ち着いてきて、またバタバタする前に、うん、行こうかななんて感じで、はいはい、じゃあコーヒーだけ飲みながらね、今日は何の話をするのかということで、ね、気になってると思うんで、はい、乾杯。乾杯。今日は何？今日はですね、はい、まあ、6月、まあ、もうすぐ梅雨入りしますよね、うん、まあ、梅雨にも入るし、梅雨が明けたら夏も来ます。ああ、そうやね。そう、今水辺に行くと、まあ、ハクもね、いっぱいいて、ああ、そうそうそう、うん、もう本当にそろそろ釣れ始めてるシーズンだと思うんですよ、うん、まあ、比較的なんでイージーにね、うん、イージーってほどじゃないけど、比較的魚の活性が上がってきているこの昨今、うんうん、でこういう釣りが、こういうルアーでこういう釣りがね、やっぱり気持ちきておすすめだよっていうことを話していきたいなと思います。わかりました。はい、じゃあ早速やっていきます。ショータイム。はい、うん、はい、というわけで、うん、まあ、やっていくんですが、はい、最近ね、まあ、そのインスタグラムに超過も上げさせてもらってるんですけど、うん、やっぱり気持ちいいなって思うのがね、うん、トップの釣りなんですよ。あ、分かる。で、まあ、ハクとか見てください、皆さん、うん、水面をね、ジャワ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 してるじゃないですか、うん、特に追われてる時、うんうんうん、水面ジャワジャワ、うん、トップウォーターこれですね、この思考回路で、うん、僕はトップを使って今最近よくやってるんですけど。なるほど。そうなんで、今日はそのおすすめ、6月に投げた方がいいよっていう、うん、トップウォーター、まあ、トップウォーターじゃなくても釣れるけど、まあ、トップウォーターを押したいということでね、うん、トップウォーター縛りでご紹介させていただきます。最近あの小バッチさんのさ、うん、フィーモの、うん、調校動画出とったんやけどさ、うん、とりあえず上で出せる魚は上で出したいって言うんだよ。あ、分かるね、その気持ち、うん、そう、うん、その通りと思って、そう、うん、トップはいいよ、でも、はい、行くんならデイがいいよね。そうやね、うん、というわけで今日はね、ルアーをね、何種類か持ってきました。まあ、いろいろ持ってきてます、うん、なんで、まあ、パパパーっとね、長くなっても皆さんのお時間を奪ってしまうので、はい、はい、これを見るぐらいだったらもう現場に行って釣りした方がいいんですよ。確かにね、うん、そう、なんで、まあ、パパ現場に行く途中で聞くぐらい、そう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 、うん、なんでね、パパパッとやっていきましょう。はい、はい、じゃあまずこの前俺が釣れたルアーからいこうかな、うん、この前僕が釣ったトップウォータールアー、はい、これですね。ボーン、でっかいでっかい、でかっ、そう、ガボッツ150です。なるほど、はい、そう、ハクですよ。ハクよね、うん、ハクなのに、うん、そう、もうトップってあんまり関係ないような気がするよね。まあね、多分ルアーのシルエットを見てるっていうよりかは、うん、この引き波を見てると思うよね、シーバスって、はいはいはい、あとはその音、うん、これこのこのこれ、このラトルのチャラチャラ音、これが良かったんかなって個人的に思ってます。これどういうフィールドで使ったんやっけ。これはね、まあ、小場所に行ったんやけど、うん、水門から雨が降った後ね、うん、水門から水が結構出てて、うん、で、まあ、水門のね、落ちてきた水に入れるというよりかは、うん、やっぱりトップオープンで 見せたいけんさ俺は、うんうん、その流れが払い出してもうだいぶ緩やかになっとるけど最後よれとるところあるよねみたいな、はいはい、あそこにクロスに投げてドルフト刺して、しの字を描いて、最後そこに差し掛かるぐらいの、もうほんと手前。なるほど。で、ボーン、ガボガボ。そう。で、やっぱり存在感って大事なのよ、トップって。まあね。うん。ベイトがちっちゃいから、ちっちゃいトップウォーター投げましょうっていうのは、うん、もうよっぽどよ。よっぽど。うん。でも、広いオープンでどこに魚がいるかわからない。でも、多分あの辺にいるんだろうな、ぐらいやったら、うん、もうでかい方がいい。うん、でかいけど、繊細な方がいい。うん、あの本当にメガドックとかさ、ああいうなんかしぶき上げまくり系で、はいはい、ジャップジャップジャップみたいな、うん、アイムジャップなんやけど、うん、そうやね、うん、俺もすね、うん、よりかはこういうモコ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 上行く系っていうかな、はいはいはい、で引き波出すっていうのが俺はこのベイトがちっちゃい今は特にいいと思う、うん、じゃあそこはハクがおった、
おったよ。あ、うん、なるほど。まあでも雨が降ったけんさ、多分川の魚とかちょっとサイズの大きいのも落ちてきとるはずやけん、うんうん、そっち食いの個体やった可能性も否めません。なるほど。ちなみにボイラー出とった、うん、出てない。あ、それでも引っ張り出す。本当に唯一。そう、うん、そう、でそういう意味で言うとやっぱ操作してジャッピジャップジャップっていうプラグよりかは、うん、ただ巻きでゆっくり誘えてモコモコモコ優しいアクション、引き波はふわりみたいな、うん、そういう傾向のルアーがおすすめ。なるほどね。なんでまずはこのガボッツ150、ボイルが出てなくても出せると。そう、はいはい。でまあボイルが起きてます、うん、で結構ピンポイントですって言ったらちょっとサイズを下げてあげるのはあり、うん、ガボッツ90、うん、うん、まあ65まで下げてもいいです、もうピンポイントで分かっとんなら、はいはい、うん、ガボッツはそういう意味ではゆっくり巻いてもモコ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 いけるんで、うん、OK 大好き好き。はいはい、はい、で、まあ、似たような感じで、まあ、モコモコモコっていうこのウォーブンロールよりかは、うん、なんかちょっとパニック気味のチャップチャップチャップドッグウォークよりなのを巻くだけでゆっくり醸し出せる、うん、まあ、ゆっくり巻きすぎたらもう棒引きになってしまうんやけど、うん、そういう意味で言うとこれ相馬さんのポッキー、アイポキー、アイポキー、これもねサイズラインナップいろいろあります、うん、これもいいです。やっぱね、いいね。そう、投げて巻くだけっていうところがいい。そう、しかもまあまあ飛ぶんよね。そう、形状的にも邪魔がないし。そう、うん、これとこのガボ、だいたいこの2つで怪しいなっていう思うところを、うん、これちょっとチャプチャプさせたい、うん、まあ、吐くとかピョンピョンピョンって子音が見えるんやったらこれでピョッ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 ってやってもいい、うん、何も見えんけど明らかに食いそうよねっていう時はこれでモコ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 ってやってもいい、うんうん、この2つがもう究極のおすすめ。確かにイワシがピョンピョンしよったりしてもいいよね。いい、多分いい。でもう一個だけあるのが、うん、まあポッキーさんと同じような感じのこれ、はいはい、これはポジドライブガレージさんのスイングウォーブル、うん、ね、これはねシンキングなんやけど巻くことによって浮き上がって水面でポッキーのようにチャプチャプと飛ぶんよね。これそう、これは飛ぶけん、うん、もっと遠くボイルは遠いんだってその時に使う感じかな。そう、向こうの橋脚みたいな時にねそうやっぱいいよ、このこれと125。そう、ただ難点としては、うん、ある程度の速度で巻いてあげんと水面まで浮上してくれんけん、まあね、シンキングやし、うん、だけどスローにねっちこくっていうのはちょっとしんどい。そうだよね。そう、そこはある、うん、っていうところで、まあ、この辺を使い分けていくと、うん、今の時期トップで出るけん気持ちいいよね。気持ちいいね、うん、まあ、トップって結局いつでも出るは出るやけど、まあね、やっぱ出しやすい時期シチュエーションそうやっぱあると思うよね。吐くが水面でざわざわしとる時のトップはマジで効く。聞くね、うん、吐くパターンでちっちゃいルアーでちょんちょんちょんとかさ、うん、あのケータのちっちゃいの投げて水中で止めてドンとかもあるし気持ちいいけど、うん、でもやっぱりトップ出しやすいと思うよね、うん、そういうのでやるよりかは、うん、うんうんそうそう、気持ちいいし、気持ちいい、そうそれ、そうです。誤爆とかされたらもう無理よね。そう、それよ、叫ぶもん、悔しいよ、そう、うん、そんな感じで、まあ、6月トップの釣り、これからね7月8月9月ってなっていってもね、うん、トップは全然出るんで、うん、やっぱデイゲームがいいです。まあ、ナイトも楽しいけど、まあね、目で見えるデイがいい、うん、そう、そう、でまずはトップで取れる魚を取ってからレンジ入れていくっていうのもね、うん、いいかもしれません。そうです、はい、はい、というわけです。ナイトでもいいよね、うん、あのね、暗い県トップ出んのじゃないかと思ってる人おるかもしれないけど、全然出ます、出ますね、うん、はい、そんな感じです、はいはい、なのでぜひ6月の梅雨、6月7月梅雨ぐらいから、うん、ね、騙されたと思ってトップガボッツ150投げまくってみてください。なんなら冬までいけるけんね、いけるいける、そう、ただね縛りでもいいかもしれない。ガボッツ150なかなか売ってないよっていうあ、はい、パターンはあります。それはある。その場合じゃあ何投げるのっていう話になるやろ。うん、なるねえ、うん、何投げたらいいと思う。なんか大きめのあれなかったっけ。あ、クロスエイクとか出んのか上。ちょっとレンジ入るけんね、ちょっとレンジ入っちゃう、ね、ゆっくり巻いたら表面ペロペロ、うん、あ、俺的にはあれやね、やっぱりストリームジェーモン、ジェーモン、ジェーモンストリームデーモンのジェーの、あ、スロー引きで表層にアプローチするとか、ね、お尻ピロピロ、あ、それもありですね。あの波紋、うん、今差を立ててもいいしね。そう、とりあえず肝はトップ、楽しいトップをしようそうということです。はい、はい、
久々にね5月ベイト月間開けて、うん、久しぶりにルアーラボっていうねルアーっていう回をねやってちょっと新鮮です。ルアーについて喋りたかった、うんうん、はい、そんな感じで皆さん僕らもね道間見つけて頑張って釣り行きます。はい、なんで皆さんもねぜひ釣り場に足を運んでもらって、はい、楽しい釣りライフを送りましょう。送りましょう、はい、というわけでじゃあ今週の動画はここまで、はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。はい、それでは今週もシーバスルアロボフォトコンテストの当選者を発表します。イエーイ、待ってました。ね、ちょっと先週先々週ちょっと本当にバタバタでちょっと滞ってたんですよ、はい、それは申し訳なかったです、うん、でそんな間に5月が過ぎ、はい、まあ、バイバイ大賞、これはね、うん、もうめっちゃいい写真がありました。来たね、うん、これはねバイバイオブバイバイです。バイバイオブバイバイ、うん、年間大賞ぐらいのレベル、そうあるんならねそれが、はい、っていうぐらい素敵なお写真来てるんで、うん、はい、これは間違いなくバイバイだということでもう、うん、もう満場一致速攻速決で決まりました、はい、そんな当選者早速発表しましょう、はい、5月のバイバイ大賞当選者は、はい、プチャラティさん、おめでとうございます。そのね気になる素敵な写真こちらです。バーン、どうよ、もうなんかこれコメントにもあるけどさ、うん、カタログ、そう、しかもコメントしとるあれで久保田さん、本当や、そう、海の親が認める写真ですよ。確かにこれはね最高に、これなんかダメなとこあります逆に動きあれば全然ね、めちゃくちゃいい写真ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、ハーデスの 127F、はいはい、これをね今ホットなシャローランナーですよ、うん、こちらを、プチャラティさんにはプレゼントいたします、うん、はい、当然ステッカーも一緒についてます。はい、楽しみにお待ちください。はい、6月もねバイバイ景品なんか用意してますよ。はい、うん、何でしょうか、もういつも忘れるけど、もう今言ってしまってもいいと思うよね。言ってくれ、うん、ちょっと探していい、はい、ちょっと3秒待ってくれ、うん、ちょっと待って、早い、もう手に触ったやついくわ、うん、あ、これが触った、これがねたまたま触った、はい、じゃあ6月は、まあ、これからね夏本番に向けて、はい、ということで、はい、VJ の22、これね、これ何本あってもいいですからね。そう、これをじゃあ6月のバイバイにしたいと思います、はい、なんでぜひたくさんのご応募お待ちしております。してます。はい、それでは今週はここまで、うん、ご視聴ありがとうございました。さよなら。